日本人のソウルフードとしてみんなから愛されているお米。そんな私たちの主食であるお米が日本国内の争いの歴史の引き金になっていたとしたらどう思いますか？日本で最古の戦争は弥生時代に始まったと考えられています。その弥生時代に我々の祖先は稲作を始め、お米を主食とする暮らしも始めています。つまり稲作と戦争がこの国で広がり始めたのは全く同じ時期。これはただの偶然なのでしょうか？いいえ、一見すると無関係と思われる両者には実は密接なつながりがあったのです。今回は学校では教わらない弥生時代の戦争の幕開けについて語ります。現在私たちは平和で幸せな時代を生きていますが、第二次世界大戦が終結して80年ほど過ぎただけで、あの時代の悲惨な戦争体験を持っている人はまだたくさんいます。実は日本の歴史は戦争の歴史といっても過言ではなく、平和で穏やかな時代の方が少ないのです。古代においては力を持った豪族が乱立して争いを繰り返していて、その中から大和王権が誕生し、徐々に豪族たちを従えていきました。古墳時代から飛鳥時代にかけて中央政権は国家としての体制を整えていきますが、豪族同士の覇権争いや政権内での権力争いによる戦争は後を絶ちませんでした。奈良時代に入り、大和朝廷は律令国家の体制を整え、強固な軍事組織を確立していきます。これにより政権に不満を持つ貴族の反乱が起きても短期間のうちに平定できるようになりました。またこの時代、東北から北海道には朝廷に従わない蝦夷と呼ばれる人々がいて、彼らを中央政権に従わせようとする蝦夷征討の戦いが繰り返されました。中世になると武装集団である武士の台頭が始まり、日本国内において戦争による混乱はさらに激しさを増していくこととなります。中央から皇族の血を継ぐ貴族が地方に赴任し、現地の有力者と結びつきを深め、武力を持った集団として力を持つようになっていきました。この後彼ら武士の勢力争いによる混乱が続き、日本国内で戦争が頻発する時代に突入します。征夷大将軍を頂点とした幕府が設立されるなど、武力に頼らない政治による統治が試みられましたが、最終的に江戸幕府が成立する近世の17世紀まで血で血を洗う戦いの歴史が繰り返されたのです。古代から近世まで1500年近く続いた日本の戦争の歴史、幕開けとなったのはさらに前の戦死時代、稲作が広まった弥生時代の頃と考えられています。諸説あるものの、日本の弥生時代は紀元前5世紀頃からとされていて、だとすれば日本の戦争の歴史はさらに長いものとなっていきます。しかしなぜ稲作の始まりが戦争の始まりと結びつくのでしょうか？稲作は水田でお米を育てて収穫する作業であり、まさにスローライフそのもの、とても穏やかな暮らしのイメージで、戦争とは全く無縁としか思えません。しかしお金と考えるとどうでしょうか？お金をめぐって血生臭い争いが起きるのは悲しいかな、よくある出来事です。それが大きく発展すれば組織同士の抗争や戦争につながることもあるでしょう。そして日本でお米はお金に等しい存在として扱われてきました。大名の勢力は石高で表されますし、江戸時代の武士の給与はお米で支払われています。お米を持つか持たないかの差がそのまま貧富の差となる社会でした。お米イコールお金であり、それをめぐって戦争が起きても不思議ではありません。日本人のお米に対する執着が生まれたのが稲作の始まった弥生時代に起源があるのではないか。収穫量の違いから来る貧富の差や収穫物などの奪い合いが戦争の始まりと考えられています。それ以前の縄文時代も人々は狩猟採取して暮らし、収量の違いもあったと考えられますが、不思議と彼らが奪い合いで組織的な戦争をした痕跡はこれまで発見されていません。このため縄文時代に戦争はなかったとする意見が大勢を占めています。ではなぜ縄文時代になかった戦争が弥生時代に起きてしまったのでしょうか？2つの時代の違いについて見ていき、戦争の始まりについて考えてみます。皆さんは縄文時代と弥生時代の違いというとどんなことを想像しますか？2つの時代の違いは狩猟採取しながらの移動生活と農耕を行う定住生活との違い。これにより縄文時代と弥生時代を区分する考え方が主流です。しかし近年の研究で
従来は農耕が行われていなかったとされる縄文時代晩期に、すでに稲作が始まっていたとみられる遺跡も発掘されていて、2つの時代の区分方法はかなり曖昧なものになってきています。時代区分の方法については諸説ありますが、狩猟採取生活から農耕生活へ、人々の暮らし方に大きな変化が生まれたのは確かなことです。そしてこのライフスタイルの変化が、この日本に戦争の芽を生む原因となったと考えられています。1万年の長きにわたって続いた縄文時代ですが、その遺跡からは戦争の痕跡は発見されていません。人為的な外傷がある人骨は見つかっていますが、個人間の争いか小規模な争いであって、組織的な戦争によるものではないとされています。縄文時代が始まる1万年前頃には、地球を寒冷化に導いていた最終氷期が終わり、気候は徐々に温暖になっていき、植物由来の食べ物が手に入りやすい環境になっていって、また海面上昇によって入り江が形成され、海産物も取りやすくなったとされています。さらに縄文時代の人口は、多い時でも日本全国で25万人ほどだったとされ、人口密度で言えば、100平方キロメートルに100人から300人だったと考えられています。温暖な気候で豊富な食料が手に入り、人口密度が低く他の集団と遭遇する機会も少ない。そんな環境であれば、あえて他の集団と争いを構える必要はなかったと想像できます。ところが縄文時代の晩期になると、再び地球の寒冷化が始まり、狩猟採取で食料を手に入れることが厳しくなっていきます。このことが先史時代の日本において、食料確保の手段が狩猟採取から農耕へシフトした、一つの引き金になったのではと推測されています。とはいえ、日本全土で急にライフスタイルが変化したわけでなく、稲作を主体とした農耕定住生活が、縄文時代晩期から時間をかけて広がったとされています。現在、発見されている最も古い稲作の遺跡は佐賀県唐津市にある名畑遺跡で、およそ2500年から2600年前とされる水田の跡が見つかっています。そして青森県弘前市にある砂沢遺跡からは、紀元前3世紀頃の弥生時代前期の水田跡が見つかっていて、この頃には本州全域に稲作が伝わっていたと考えられています。弥生時代における日本の水田は、一つの区画が5平方メートルと小規模で、それを数百から数千の単位で集合させて水田地帯を形成していました。弥生時代の遺跡で有名なのは静岡県静岡市にあるトロ遺跡ですが、ここでは約8万平方メートル、東京ドーム 1.7 個分の広さの水田跡が見つかっています。こうした広大な面積の水田を作り、そこで稲を育てて収穫するには、多くの人間が組織的に動く必要があったでしょう。さらに稲を栽培する人員だけでなく、水田に水を引くには灌漑設備であったり、水を確保するためのため池を作ったりするなど、工事に携わる人員も必要でした。さらにそうした人々を指揮し統率するリーダーが存在したと考えられます。人間が一つの共同体を形成し、指導者が立って統率していく。そんな社会構造が弥生時代に形成されていったと考えられています。人類が社会的に進歩し、文化的に発展したとすれば、素晴らしいことだと思いますが、しかしその一方で、大規模で組織的な戦争もこの時期に始まったと見られています。鳥取県鳥取市にある青谷上寺地遺跡からは、鋭い武器で切られた殺傷痕が残る人骨が、一箇所からなんと100体以上も発見されました。かなり凄惨な戦闘が行われたと想像でき、その残忍さに背筋が寒くなりますね。すでにお話しした通り、縄文時代の遺跡からは戦争の痕跡は発見されておらず、そうした痕跡は弥生時代から見ることのできる特徴となっています。稲作の文化が広まり、人々が集団で定住する社会を形成した結果、大規模で組織的な戦争が始まったことを意味していると考えられます。けれども、なぜ稲作の開始が戦争の発生につながっていくのでしょうか。収穫量の違いから持つものと持たざるものの差が生まれ、奪い合うことから争いが生じ、それがやがて戦争に発展するのだとしたら、縄文時代に起きても不思議ではありません。縄文時代の日本人が食べていたのは、狩猟による獣の肉や採取した木の実などでした。何らかの事情で十分な食料が確保できない日もあったかもしれません。寒冷期に環境が激変してしまった時期は別として、十分に食料がある自然環境であれば、日を改めたり狩り場を変えたりすれば、また食料を確保できる可能性があります。
あえて別の集団を襲って食料を奪うようなリスクを取るよりも、ずっと安全で可能性に満ちた未来を選択できたはずです。しかし、食料の大半をお米に頼るようになった弥生時代ではどうでしょうか。お米を栽培して収穫できるのは1年に1度です。共同体が生存するに足りるお米が収穫できなかったとしても、再び収穫できるのは来年。自分たちが生き延びるために、他者から奪うという考えに行き着いても仕方ないかもしれません。当時の人々の気持ちは想像するしかありませんが、時代が下るにつれて戦争は激化していき、当時の日本に戦争による混乱が広まっていったのは確かなことです。それでは次に、そんな戦争による混乱が広まっていた当時の日本で、他者からの侵入を防ぐ目的で作られた環濠集落について見ていきましょう。環濠集落とは周囲に堀を張り巡らせた集落のことで、弥生時代に本州全域に作られました。佐賀県にある有名な吉野ヶ里遺跡も環濠集落の一つで、最盛期には 2.5km もの環濠が整備されていたそうです。こうした環濠集落のルーツは中国にあるとされていて、湖南省の長江中流にある宝刀山遺跡から約8000年前のものと推定される環濠集落の跡が発見されていて、まだ発掘調査の途中ですが、水田での稲作の遺跡と考えられています。水田と環濠集落はかなり古い時代から一つのものだったようで、日本に稲作が伝来した際に環濠集落の作り方も伝わったとされています。こうした日本での環濠集落の広がりには、争いの激化という背景があり、それだけ強固に防衛体制を取らなければならなかった事情があったのでしょう。この時代の環濠集落として有名なのは、愛知県稲沢市にある朝日遺跡で、柵や欄杭などの防御設備が日本で初めて発見された弥生時代の遺跡です。現在朝日遺跡の上には清洲ジャンクションが建設され、当時の姿は残されていません。トロ遺跡や吉野ヶ里遺跡に匹敵する貴重な遺跡でしたが、保全活動は行われませんでした。ただ建設前に大規模な発掘調査が行われていて、貴重な出土物が保管されています。同じ清洲市内には県立の愛知朝日遺跡ミュージアムが建てられていて、出土物が展示され王子の姿を偲ぶことができます。この博物館で特に目を引くのが、最盛期の朝日遺跡を再現したジオラマで、当時の人々がどのような暮らしを送っていたのかがよくわかる作りとなっています。また環濠集落の軍事施設としての側面を紹介したジオラマもあり、柵や酒もぎ、欄杭や環濠を挟んでどのような戦いが展開されていたか観察できます。なお環濠集落には低地に作られたものと高地に作られたものがあり、低地の集落は堀に水を満たしていて、高地の集落は空堀でした。このため低地の集落は環濠と書き、高地の集落は環濠と表記が違います。このような高度な防衛設備で集落を囲む必要があった弥生時代とはどのような時代だったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。諸説はありますが、日本に稲作が伝来したのは弥生時代早期の北九州で、大陸から流入してきた人々が技術や文化を伝えたことが始まりとされています。彼らはもともと日本に暮らしていた縄文人たちと交流し、農耕を伝えたと考えられていて、徐々に日本には農耕社会が広がっていき、生活習慣も変化していったと見られています。当時の日本は石器を用いる時代でしたが、大陸から渡ってきた人々は農耕の技術や文化だけでなく、使い勝手のいい進歩した石器も伝えたとされています。しかしその石器は農機具だけでなく、武器としての磨製石鹸や矢の先に取り付ける石の矢尻である磨製石族も含まれていました。縄文時代晩期の水田跡が発見された名畑遺跡ですが、弥生時代早期の地層からは磨製石鹸や石族が発見されているので、弥生時代に入ってから武装化が進んだということでしょう。こうした石器を武器として用い、トラブルを暴力で解決しようとする考え方も、大陸から渡来してきた人々によって広められたものと言われています。ただ私たち現代人から見ると、石の武器が戦いの役に立つのかと思ってしまいますが、しかし実際に磨製石鹸によって致命傷を負ったとされる人骨が発見されています。福岡県飯塚市にあるすだれ遺跡から亀棺と呼ばれる墓が発見され、中から人骨が出てきたのですが、埋葬された人物には石鹸が刺さっていました。福岡県糸島市にある新町史跡墓群からは、大腿骨に磨製石族が刺さった人骨が発見されていて、
しかもこの人骨が埋められた下には別の人物の首だけが埋められていた形跡があり、この人物が戦闘で討ち取った敵の首を手柄として持ち帰ったのではないかと考えられています。上記のような考古学的な発見から、弥生時代の早い段階から組織的な武力衝突があったとされ、討ち取った敵の首を持ち帰るなど戦闘に対して何らかの意味付けをする向きもあったようです。すだれ遺跡から発見された人骨のように背後から刺された痕跡が残ることから、石器が使われていた弥生時代初期の戦いは戦争といえるようなものではなく、襲撃や奇襲といったものであったと指摘する研究者もいます。確かに背後から刺すというのは戦意がなく逃げる人物を襲ったと考えることもでき、戦争というよりは一方的な略奪行為であったのかもしれません。この時期の戦闘行為は稲作に適した、より条件のいい土地の奪い合いによるものとされていて、共同体を形成する村同士が激しく縄張り争いをしたものと考えられています。先ほど紹介した環濠集落は弥生時代の早い段階から登場したもので、しのぎを削り合う村同士の戦いから自分たちの共同体を守るために作られたものです。紀元前3世紀頃の弥生時代前期には九州地方での争いは沈静化を見せるのですが、稲作が広がっていった瀬戸内海や畿内では石器の武器や環濠集落の建設が増えていました。これは稲作だけでなく戦争という考え方が本州全域に広がっていったことを意味します。九州地方で沈静化していた村同士の争いですが、抗争は再び激しさを増していきます。この時期には朝鮮半島を経由して青銅製の武器が日本にも持ち込まれ、それまで使われてきた磨製石鹸などとの併用が見られるようになりました。また青銅製の火や矛といった従来になかった武器も登場。こうした青銅の武器は製造の技法も伝わったようで、九州地方で生産されるようになります。当初は朝鮮半島から伝わった形を模倣していましたが、次第に日本独自の形が生まれていき、特に火や矛は巨大化していき、武器ではなく祭祀用に使われるようになっていきました。青銅製の武器も石器と比べれば破壊力は強いのですが、紀元前1世紀頃の弥生時代中期に入るとさらに攻撃能力の高い鉄器も登場するようになります。鉄器の中でも近接攻撃が可能な鉄剣が主に使われていたようで、これは当時の戦いの形態が1対1で戦う一騎打ちのようなスタイルだったのではないかと推測する研究者もいます。大陸や半島に近い九州地方では鉄器の導入が進んでいきましたが、そこから離れた近畿や東海では依然として石器の武器が使用されていて、地域によりばらつきが見られるとのことです。瀬戸内地域や近畿、東海でも村同士の抗争は激しさを増していったようで、矢尻に使われる石族は巨大化していき、より殺傷能力を高める形で変化していきます。より多くの敵をより確実に倒すため武器の性能を上げる改良がなされたということは、この時代において戦争がもはや不可避のものになっていった現れだと考えられます。九州から離れた地域でも青銅器や鉄器の武具が普及していき、そうした武器で外傷を負った人骨が奈良県奈良市の渋遺跡から発見されています。この時期の集落は強固な防衛設備を整えていったと考えられていて、環濠集落の解説で紹介した朝日遺跡はこの時期の代表的な集落の形態だったとされています。青銅器や鉄器が登場したこともこの時代の大きな特徴ですが、小規模な村同士が争い、強者が弱者を服属させ大集団の国が誕生した、その形成も大きな特色の一つとなっています。紀元1世紀に記された官女地理史には当時の日本を記した内容が登場します。落老会中に和人あり、分かれて百余国となるとの内容で、当時の日本が多くの国に分かれていたことがこの記述から判断できます。さらに落老軍に日本から貢ぎ物が届けられていたことも記されていて、海を越えて使者を送る能力を持つ国であったことも分かっています。この時期の遺跡と考えられている福岡県春日市にあるすぐ岡本遺跡では、巨石の下から多くの副葬品を伴う亀かんぼが見つかっていて、被葬者は周辺の国をまとめていた王であり、すぐ岡本遺跡はこの地域の中心地となっていたと推測されています。なお、このすぐ岡本遺跡は五官女統遺伝に記述が登場する那国と推定されています。紀元後1世紀には鉄製武器がさらに普及し、
権力者の墓から副葬品として出土する例が見られます。突き刺して相手を攻撃する剣に加えて切りつけることで攻撃する刀が登場しました。ところが矢尻となる俗は鉄製よりも銅製が数多く普及していたようです。これは鉄よりも銅の矢尻の方が軽量で飛距離が出ること、鋳造が鉄より容易で大量生産が可能なこと、そういった事情から銅族が重宝されたと考えられています。突き刺すよりも撫で切りにする刀の方がより短時間で相手に致命傷を与えられるでしょうし、軽量化し量産した矢尻でなら離れた場所から大量の矢を浴びせられたでしょう。1対1の力のぶつかり合いというよりは戦略を用いた組織と組織のぶつかり合いであり、より高度な戦争を行うように変化していったことがうかがえます。この時代の日本の様子については後漢女刀遺伝や魏志倭人伝からうかがい知ることができます。いずれの史書にも日本がいくつもの国に分裂して大規模な戦争になったことが記されていて、これは2世紀後半頃から始まったとされる倭国大乱を指していると考えられています。史書によれば西暦57年と西暦107年に日本から中国に使者が派遣されていて、日本を統治していた王が男性であったことが記されています。その後しばらくの間は男性による王が続いたのですが、王位継承をめぐる争いが起きたとされ、長年にわたって日本が大きな戦乱に見舞われたと考えられています。大乱の果てに邪馬台国の卑弥呼が王として君臨することで戦いは収束を迎えたと言われています。その後日本では3世紀中頃にクヌ国が邪馬台国と対立するまで特に目立った騒乱は起きなかったとされています。卑弥呼を頂点として政治体制が再編成され、強固で安定的な社会が構築されたということで、後の日本における中央政権の確立の礎になったと考えられます。しかし平和な時代は長くは続かず、卑弥呼の後を継いだ豊が亡くなると日本は再び戦乱による混乱の時代に突入したとされています。その後日本は3世紀に入り、現代では古墳時代と呼ばれる時代へ移ります。弥生時代の後期になると九州地方だけでなく奈良盆地東部を中心とした勢力も誕生しました。この時期に強い勢力を持っていた邪馬台国が九州にあったか畿内にあったかは未だに学説が分かれていて、はっきりと決着はついていません。しかしいずれにせよ畿内の勢力が各地の豪族と結びつきを深めていき、九州の勢力は弱体化していったことが考古学的な調査から判明しているとのことです。この畿内を中心とした勢力が大和王権となり、巨大な古墳を作るようになっていきます。しかしその後の西暦266年から413年にかけて中国の史書から日本の記述は消えてしまい、4世紀頃の日本国内の動きを知る資料がなくなってしまいます。再び中国の史書に日本が登場すると、日本は倭の豪王たちが支配を継承する強固な支配体制が確立した時代に移り変わったと記述されています。けれどそれで戦争が終わったわけではなく、その後の飛鳥時代以降も戦いは続いていき、権力をめぐる血で血を洗う戦いはますますエスカレートしていくことになります。稲作文化とともに日本で始まったとされる弥生時代の戦争について見てきました。縄文時代にはなかった組織的な衝突による戦争が弥生時代にどのように始まったのか、他の集落からの襲撃を防ぐための環濠集落、弥生時代を通して戦争がどのように変化したのか、続く古墳時代に成立した大和王権へどのようにつながっていったのか、お分かりいただけたら幸いです。今回は弥生時代の戦争の幕開けについて語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。